أشهد أن لا إله إلا الله. はじめに目を閉じて聞いてください。テロ、過激派、武装組織、異教徒を殺す野蛮な人たち、不自由で虐げられた女性たち、目を開けてください。皆さんが見たイメージは、黒旗を掲げ武器を持って覆面姿のイスラム教徒でしたか？それとも全身を包んだ哀れな女性でしたか？それは皆さんが実際に体験して目にしてきたイスラムの世界でしょうか？それともメディアを通じて見えた世界でしょうか？皆さんは私を見て何を感じているのでしょうか？私と初めて接する方の多くは、私を日本人とさえ思いません。日本語がお上手ですね。何年日本に住んでいるんですか？ご出身はどちら？私は日本人ですと答えます。すると、じゃあこのスカーフはご主人の国のあれ宗教ですよねと聞かれます。ちょっと違います。ここから会話は弾みます。私はこの店先や待合室で始まる立ち話をいつも楽しんでいます。なぜならスカーフをかぶっているから外国人に違いないとか、結婚して夫の宗教に従っているからと思っている方も、私に興味を持って話しかけてきてくれたことがとても嬉しいからです。私はイスラム教徒になりました。そしてどうして自分の意思でイスラム教徒になったのか、そして日本人として見たイスラムの世界を今日は皆さんにお話ししたいと思います。まず、今世界には16億人のイスラム教徒がいると言われています。このイスラム人口は増加率 73% というレートで増え続け、今世紀半ば2050年には28億人に達すると言われています。これは世界人口の 30%、 つまり3人に1人がイスラム教徒という試算です。この背景には、イスラム圏に若い世代が多く高い出生率を保持しているからという理由だけではありません。無宗教だったものや他の宗教からイスラムに入信するという人口が増えているという背景も試算されているのです。かつて私も神仏を拝む典型的な日本人でした。しかし今はイスラム教徒です。このイメージの悪い宗教のどこに人を引きつける魅力があるのでしょうか？私の人生を変える友人と出会ったのは、私がアメリカのオレゴン州に留学して1年が経った頃でした。自由の国アメリカ、さまざまな価値観に触れ、ようやく私は好きなように生きれるのだと思っていたはずなのに、なぜか空虚で迷いの多い日々。そんな時私が出会ったのは、飛び級で16歳で大学に入学してくる、そんな賢いアメリカ人の女の子でした。ただ彼女は頭にスカーフをかぶっていました。真夏だというのになぜでしょう？私は聞きました。すると彼女は自分がイスラム教徒だと教えてくれ、なぜスカーフをかぶっているのか、なぜ全身を隠す服を着ているのか、年頃だというのにデートやパーティーに行かないのはなぜか、それは彼女がイスラムの教えを守っているからだと言いました。私は最初彼女に同情しました。なんてかわいそうな子。でも友人として付き合っていくうちに、彼女の聡明さ、善悪に対する明快な姿勢、圧倒的な優しさと懐の深さに私は心から感動したのです。そして私は彼女のように生きてみたい、彼女のような生き方がしてみたいと思うようになったのです。
私は以前から宗教に対する不信感を持っていて、イスラム教に対しても漠然とした不安な気持ちを持っていました。ただ彼女と付き合って、私はよく知りもせずにネガティブなイメージで彼女の宗教を見ているのではないかと気がついたのです。そこで一度心をリセットして、イスラムについて、彼女の信仰について調べることにしたのです。調べれば調べるほど目から鱗のことばかり。私がそれまで思っていたイスラムの世界が180度ひっくり返りました。世界を見る目が急に明るくなった気がしました。真実を知って心が揺さぶられる、そんな経験を私は何度も繰り返しました。そして私は決意したのです。人種や時代や国、そういったものに関係なく、生涯変わることのない人生の指針、そのイスラムの生き方を私は選ぼうと思ったのです。24歳の時でした。皆さんにとってイスラムは異国の遠い国の宗教でしょうか。皆さんがもし身辺を清潔に保ち、落ちているゴミを拾ってゴミ箱に捨てたり、両親や年長者に対して敬いの気持ちを持って困っている人を助けたことがあるならば、それはイスラムの生き方を実践していると言えます。私はイスラムについて学び始めた時、イスラムと日本人の精神性に多くの共通点を見出しました。例えば謙虚、孝行、礼儀、誠実、正義、これらは皆イスラムの美徳です。でもまるで武士道です。そして皆さんが皆持っているものだと思います。イスラムの生き方は異世界のものではなく、皆さんの日常の道徳観と日本古来の美徳の延長線上にあるのです。東日本大震災が起きた時、日本中、世界中から多くの被災地支援が集まりました。そして東京のモスクでも震災後すぐに炊き出しの支援、呼びかけを行い、地元商店街の人たちと協力をして、500個のおにぎりと支援物資を持って翌日には現地へ向かったのです。この活動は100回以上も継続され、中学校の社会科の教科書に紹介されるまでになりました。イスラムでは宗教や人種に関係なく困っている人を助けると教えています。なぜなら見た目や出身や言葉や国が違っても、私たちは同じ人間です。同じ心を持っています。だからみんなと一緒に助け合う、当然のことなのです。イスラムは女性について何と言ってるでしょうか。教育を受けれなかったり、結婚の自由がなかったり、差別されたり、それは事実と全く異なります。実際はその真逆なのです。私はイスラム教徒として女性としてのびのびと生きていると感じています。イスラムには女性の美しさや尊厳を社会全体で大切にする仕組みがあるのです。例えば女性の美、美しさ、それは公に瞳にさらすのではなく、たおやかに包み込み、自分のものとして、そして自分の家族のものとして大切にするのです。セクシュアリティ、性的魅力、女性の体はとても異性にとって魅力的だと思います。ただそれを不特定多数の異性に対して機能させるのではなく、特別な関係にある異性、つまり配偶者と自分との関係において機能させる、それがイスラムの仕組みなのです。私はイスラムの中にピース、平安を見出しています。男と女の違いを公平に認め、両性の役割、男女が自然に機能する、お互いに助け合う仕組みを持っている、そんなイスラムの姿に私は安心感を感じています。
ただイスラム圏の女性が抑圧されている、差別されているといった状況もあるのです。ただそれがイスラムの教えかといえばそうではありません。その土地の風土や教育の欠如、文化がそうさせていると言えるのです。ではイスラムとテロの関係についてはどうでしょうか。これはイメージだと思います。90年代の中頃、日本ではオウム真理教が日本人の若者を1万人も取り込み、数々の非合法活動と地下鉄サリン事件といったテロ活動を行いました。多くの日本人が犠牲になり、世界を震撼させた事件でした。もしこの時世界の人々が、オウムは日本の仏教系が過激派組織だと言って、仏教系の日本人も同じ仲間だと見たとしたら、皆さんはどう思いますか。全力で否定すると思います。ただこれが IS、 イスラム国のイメージで見られているイスラム教徒の現状なのです。 IS の犠牲者の 95% が実はイスラム教徒であるという事実にもかかわらずです。イスラムは平和という意味です。私たちの挨拶はアッサラームアレイクム、あなたの上に平安をという意味です。テロや暴力に訴えた主義や主張というのはイスラムでは到底受け入れられるものではありません。これまでのイスラムの話の中で知っていることや知らないことはあったでしょうか。知らないということは悪いことではありません。ただ事実を知ることに無関心であったり、イメージで判断したり、誤った情報を拡散したりすることは怖いことです。事実や相手を知らないならば、私たちは知るべきであり、知る努力をする必要があるのです。今世界はイスラムとイスラム教に対するネガティブキャンペーンがあらゆる形で行われています。にもかかわらず、この生き方を除き、この生き方に自分の真実を見つける人は少なくないのです。私は一人の人間として、家族として、友人として、そしてイスラム教徒として、多くの方に受け入れられていると感じています。それはイメージではなく、真実の私を見て、心の中身を見て考えてくれる方が多いからだと思っています。私が大学生の時に自分の無知に気がついた時に、納得するまで調べてみようと熱中したことで、イスラムという宝を手に入れました。もし皆さんがイメージやメディアでしか知らない世界があるとしたら、それはチャンスです。新しい世界を切り開くチャンスです。納得するまで世界を見てください。皆さんの宝は自ら知る努力をした時に手に入るのですから。アッサラームアレイクム。ありがとうございました。